皆さんこんにちは。舞台ペットでサトル役を演じさせていただくことになりました、ダニヨシキです。はい、この度ですね、ペットという素敵なあの作品に出演させていただけるということでですね、しかも、サトルという、自分的には、短髪で金髪でピアスに、もうすごいもうね、なんかもうギャング的ななんかでファンキーな感じの役を演じさせていただけることになったんですけども、個人的にはですね、三宅蘭城先生の作品は2本目になるんですけども、1本目が、イムリという作品に出させていただき、そしてまた今回ですね、ペットという作品に関わらせていただくんですけども、本当に三宅さんの作品はですね、あの伏線がいろんなところに散りばめられていて、一度読むだけでも面白いんですけど、2度3度見てまた本当に世界観がいろいろ広がっていくということでですね、その原作に、負けないように舞台、素敵なキャストの皆さんと僕も精一杯に頑張って、ペットの作品世界観を、皆さんで一緒に作り上げていけたらなと思っております。ペット、全身全霊で挑ませていただきます。よろしくお願いします。描写っていうものがすごい描かれてる部分が多くてですね、人の中に入り込み、そしてまたそのイメージであったり、今作ですね、山と谷っていう2つの、ワードっていうものがすごい大事になってくると思うんですけども、山というものは人のいい印象で記憶であったり、で谷というものは悪いものであるんですけども、そういったものが舞台の中でもどういう風に描かれるのかっていうのも、すごい自分の中でも、挑戦だなと思っておりますし、頑張りたいところであって、サトルはですね、見た目と違ってちょっとまたいろんな部分がまた見せれる魅力的なキャラクターだと思いますので、そのキャラクターの良さを前面に引き出せていけたらなと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、舞台ペット、楽しみに、皆様ぜひ楽しみにしていてください。本当にまだ始まったばっかりですけども、僕たちもワクワクドキドキしながら、素敵な作品、たくさんのメッセージ性が込められた作品ですので、皆様に届くように精一杯演じさせていただきたいと思います。舞台ペットは12月5日から9日まで草月ホールにて上演いたします。チケットの方は、発売が始まっておりますので、皆様劇場にてお待ちしております。ぜひお楽しみに。